はい、皆さんこんにちは、ゆうすけです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回はスターピープル、スターシードがエンパス能力に疲れたらということでお届けしたいと思います。で、なんでこの動画をね、今回取り上げたかというと、よくね、なんかエンパスっていうサイト名、エンパスなチャンネルもそうなんですけど、エンパスについて分かってる方も多いかもなんですけど、エンパスについて知らない方もいらっしゃるんじゃないかなっていうお声をいただいたので、今回改めまして、スターピープル、スターシードとエンパスということでご紹介していきたいと思います。で、今回ですね、トピックがですね、5つあります。で、今回のトピックなんですけど、まず1つ目がエンパスとはということで、エンパスについてお届けしたいと思います。で、次、なぜエンパス能力がある人はスターピープル、スターシードに多いのかが2番目。で、3番目、地球ではどうしましょうかといったトピックで、4番目、あなたが感じる感情は正しいことが多いで、5番目、いつも流れとしては定番かもなんですけど、最後にとなっております。計5つでお届けしたいと思います。で、まあ、早速なんですけど、エンパスとはということを私の言葉でお届けしたいと思います。エンパスとは、感受性共感力が高く、周囲の人の感情を感じ取ることができる人。他人の気持ちを自分自身の気持ちなどに感じることができる。また肉体的にも感じることがあり、体調が悪い人と一緒にいても共感してしまうこともあるといったのがエンパスになります。まあね、エンパスってよくエンパス、エンパス、まあ造語で作ったエンパスっていう言葉もあるから、エンパスってもめっちゃ聞くんですよ。で、自分もそう、すごくエンパス体質っていう面もあると思うので、今回この動画でエンパスについてお届けできたらなと思って取り上げてもおります。で、次なんですけど、なぜエンパス能力がある人はスターピープル、スターシードに多いのかということなんですけど、読みます。それは皆さんも感じていると思いますが、宇宙にいた頃の名残からだと思います。宇宙では言葉を交わさずにコミュニケーションを取るのが一般的だからです。他の惑星の人とコミュニケーションをする際に、言葉が違うと何も通じない、じゃあお話になりませんからね。そのため当たり前のように感情を読み取ることができたのです。その名残でエンパス能力が高い方が多くなっているのです、といった感じです。で、これはね、まあ自分はすごくもエンパス能力っていうのをすごく特殊じゃないけど、なんて言うんだろうな、プラスの能力として捉えていますので、それをもうお仕事として変換して、お仕事としてやれてる部分があるので、エンパス能力にはすごく感謝をしちゃっている状態でもあります。だって当たり前のようにさ、感情とかをこう読み取ることができたらすごく良くないですか？それをすごくエンパス能力高い人って、なんでこの人の感情を受け取っちゃうんだろうとかね、すごくそういうのがあると思うんですけど、それはでも自分プラスに考えたら、読み取れたらラッキー、でも無視しちゃおうとかもできると思うんですよ、っていうことを、まあ
スターシード、スターピープルにも多いという話からちょっと伝えさせていただきました。で、次が多分皆さんね気になると思うんですけど、地球ではじゃあどうしましょうかっていうことです。で、まあまた読みますね。このエンパス能力、スターピープル、スターシード同士であれば会話もせずとも空間を共有できて居心地がよく感じることもできますが、地球にはそうでない方もいらっしゃいます。まあスターピープル、スターシードと自覚がない方とかね、そういう方とかもいらっしゃると思います。自然にエンパス能力が出てしまって、実際の言葉で発していることと相手の感情の差に戸惑ってしまう場面などありませんか？そんな時、私がねおすすめする方法は大きな声に出すこと。これはなぜ大事かと言いますと、エンパス能力が高くなってしまうと感情の差を勘違いと思い心にしまい込んでしまう方もいらっしゃいます。でも地球ではそのしまった感情を誰かが処理をしてくれることもありません。エンパス能力が自然とストレスになり、地球でのストレスになってしまうのです。なので疑問に思ったりしたら声に出してみてください。実際にその人に聞くことができればベストですが、できない場合部屋でも良いのでエンパス能力で感じたことを声に出しましょうということです。これ何を言いたいかと言いますと、まあやっぱりエンパス能力が高い人ってこう人と向き合って喋ってる時に言ってることと感情が違って多分分かると思うんです。直感的に、なんかこの人怒ってんのにありがとう言ってるなとか、なんか笑ってるのに怒ってる風だなとか、まあ極端な例なんですけど、それが分かった時に声に出すこと、大きなって書いてあるんですけど声に出すことが大事だと思います。まあ直接聞いちゃうのが本当に一番ね。ありがとうって言ってるけど本当にありがとうと思ってるとか、そういう感じがとっても大事かなと思ったりします。だからあとは何だろう、それが言えなかったとしてその人にね持ち帰っちゃった時にこう家で、なんかねこれ思ってる思考だけで止めるんじゃなくて独り言でもいいから出しちゃう、まあ、これ動画みたいな感じで、なんか今日のさあの人私にありがとうって言ってるけど絶対あれ心じゃありがとうって思ってないよね、ありえなくないみたいな感じで、ぜひぜひ独り言でもいいので発してください。それはできれば声というもので出すことがいいと思います。あの文章とかに書いちゃうとまたそれも違った発信方法になると思うので、声とか感情で受けたことに関しては声で返すっていうのは自分の個人的なおすすめの方法となっております。で、あなたが感じる感情は正しいことが多いということ。まあね、エンパス能力で感じる感情は正しいことが多いです。直接自分ではなくて、友達同士の会話の中でも感情を感じることがあると思います。そんな時も遠慮せずに声に出してみてください。そこで変な空気になってしまったとしてもご自身のストレスをためないためにも声に出すことをお勧めします。これね、また補足で伝えとくと、変な空気っていうのをまた感じちゃうんですよ、言った後にね声に出したら。変な空気っていうのももう感じたら、やった私が変な空気自分の空気に持ってってやったぜとか、空気変えたよみたいな感じでポジティブに捉えるっていうことをしていただければ、そこもストレスにならないかなと思ったりします。まあね、こう、まあ自分でもこう発信しときながら言うのもなんですけど、社会人生活とかね、社会で会社とか、まあ学校でもそうですけど、そういったところで結構声に出すことが難しいっていう時とか、こう言いづらい空気だなと思った時は、言い方を工夫していただいて言うことを大事にしてください。もうねすごく敬語で心地よい言葉をうまく使ってでも出す
ということだけは自分はお伝えしたいことの一つとなっております。で、最後になりますが、エンパス能力をねあまりよく思っていない方が多くいると感じております。そんなことはありません。人の感情が知ることができるというのは一種の才能と思っていただければいいと思います。その感情を受け止めることができない方、受け流すことができない方は、何度もお伝えしている通り声に出すことを意識してみてください。多くの方が受け止めることができない、受け流すことができないのに、その気づきを奥底にしまいストレスになっているのです。だったら声に出す、それで形にしてしまいましょう。その方がうっと楽になりますよとのことです。そうなんだよね。だから声に出してすごく思ったこと感じたことは言っていいと思います。そうすると自分のエンパス能力が高いか低いかとか、あら勘違いだったっていう試しにもなるし、エンパス能力の感度の高さとかも試せるんじゃないかなと思ったりもします。だからそれで低かったら、あれ私勘違い、このなんか感じてる感情違うじゃん、あら私鈍感とか感じてないということで、あらじゃあこれ勘違い、私が勝手に思ってるだけだっていうふうにも判断できると思うので、ぜひぜひこれは声に出して確認することを私はお勧めしたいと思います。ということで今回はエンパス能力とスターピープル、スターシードについてお話しさせていただきました。この動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとはチャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ゆうすけでした。またねー。